皆さんごきげんよう、さきのです。今日はですね、ちょっとゆるくいきたいと思います。それとね、洗濯機がねちょっと回っててうるさいかもしれないんですけど、ちょっとそれは申し訳ないです。なんかもう時間がなくて、もうとにかく今日はパッキングをしなきゃいけないんですけど、もう時間がなさすぎて焦ってるんです。眠いです。じゃあ早速やっていきたいと思います。ちょっと今日はゆるくなっちゃうかもしれないけど、やっていきたいと思います。それでね、格好がダサいというコメントは受け付けませんので、よろしくお願いします。私の人生初パッキングの動画になるんですけど、普通に私が必要なものをちょっと紹介しつつ入れていきたいと思います。でね、キャリーケースはこんな感じ。もう謎の色をこんな感じのちっちゃいね、一泊、あ、なんか入ってたこと。今回はあの大阪と京都に1泊2日なので、こんぐらいの荷物で行こうかなと思ってます。じゃあ早速入れていきます。ペペペって閉まるところのところに服をいっぱい詰めたいんですけど、なんかすごいホコリついてる。これね、ファンの子がくれたパペットなんですけど、なんかどこに置けばいいのか分かんなくて、コロコロのところにつけてます。で、私犬飼ってたかってぐらい犬の毛みたいなのがついてるんだけど、なんだ。女子4人でね、高校の仲良かった子とみんなで行くんですけど、ピンクの服をねメインに着てこうよってなって、これはよくよくガールズのところで買ったお洋服だと思うんですけど、こんな感じのブラウスを着ていきます。なんかね、 USG に行くんですよ。ちょっと黒っぽい服だったらみんな持ってたんだけど、ピンクの服をねみんなで着ようよって言って、私がなんか貸してあげたりとかしましたね。ピンクと黒がいいねっていう話で、ピンクと黒で行きたいと思います。人生初 USJ、 本当に楽しみなんだけど、どんな感じなんだろう。セーラームーンがやってるんですよ。だからセーラームーンのやつ見に行きたいの、本当に楽しみ。あと服系はパジャマかな。なんかあとこれだな、ちょっと寒くなった時とか嫌だから、ダズリンのカーディガン。服はね、くるくるって丸めとけばシワにならないから。これは今度紹介する通販サイトで買ったんですけど、パジャマ緑です。ホテルとかにあるやつが良かったらそっち着たいけど、あんまり良くない時とかあるじゃないですか。何これっていう、なんかエプロンみたいなやつエプロンみたいなやつはちょっと嫌だから、そういうやつ以外だったらそっち着たいけど、なんかご当地って感じがするじゃん。だからそっち着たいけど、変なのだったら嫌だから。これすごく眠い、やばい。はい、あとね、帽子。これはなんか弟から貸してもらったんですけど、マーティースカルっていうプロレスラーのやつをなんか手作りしたらしくて、これを買ってね、それすごい喜んでたんですよ。で、なんかツイッターでなんかその人のタグ付けをして、なんかこれをつぶやいてくれとかよく言われるんですけど、悩んでますそれとあとね、これストレートアイロンですね。ストレートアイロンはこの前紹介した、家電紹介したやつを持ってきます。これがあったらね、髪の毛切ったし、ちょっとだけ巻こうと思っても巻けるし、あのストレートもできるので、これを持ってきます。で、下着類。下着はね、一泊なのでちょっとこんな感じで入れてます。あとね、サングラスが必要なんですよ。 USJ 絶対日があったら嫌だなと思ったから、これを前から使ってる。こんな感じのサングラス、すごい大きいかもしれないんだけど、トンボみたいかな、似合ってないかな、わかんないんだけど、それで紫外線はまあここまでね、頬の下ぐらいまであれしてくれるから、これは大事ですね。ボノボノに入れてます、かわいい。あと頭洗う時のこれですね、これこれ大事で、ね、昔からね、スキンケアとか持ち歩く時に旅行先は絶対これっていうのが決まってて、このマイメロちゃんのね、ポーチなんですけど、この中にスキンケアのものとか全部入れてます。マイメロちゃんね、これね、サンリオピューロランドでライブした時にサンリオさんがくださったんですよ。超かわいい。メンバーみんなにくれたんだけど、その子が好きだったキャラクターとかそういうのあげてて、なんか咲乃ちゃんは分かんないからマイメロにしたみたいになったと思うんだよねめっちゃ面白い。私普通にキティちゃんが一番好きなのになって思いながら、ありがとうございますって言って、まあマイメロちゃん好きなんで別にいいんですけど中に歯ブラシとか、あとね、ヘレナのポイントのリムーバーだったりとか、あとね、ビオレのパーフェクトオイル、これはどっかで買ったんだと思うんですけど、これを買いましたね。これでしょ。あとシャンプーはちょっと今はこれ、なんかもう全部持ち歩き用なんですけど、 L セーブの洗い流さない、洗い流すヘアトリートメントのやつですね。こういう大きさぐらいのやつが一番ちょうどいい。もうちょっとちっちゃくてもいいかもしれないけど。あとビオレの汗拭きシート、カッタン、
エスティーローダーのマイクロエッセンスローション化粧水、あとこれ大事、ナイトリペア。ナイトリペアはもう私のお守り的な存在のちっちゃいやつのサンプル。あとね、これはね DHC ポアナウォッシュ洗顔料。とにかく私は荷物を少なくしたい。手荷物にするのが嫌だからゴロゴロで行くんですよ。私手で持つと肩こりがひどくなっちゃうから、本当に手荷物嫌なの、大嫌いなの。あとなんかサンプルで DHC のやつとか、あと DHC のオリーブバージンオイルとか入ってますね。あとなんか綿棒とばんそこ、あとツムラのなんか喉痛い時の薬とか入ってます。私結構喉弱いから喉の薬は大事ですね。それが入ってます。あとこれだね、ボディウォッシュは。なんかさ、ボディウォッシュホテルのやつってすごい良くなくない？あれなんでなんだろうと思うんですけど、それで嫌だからマジックソープのちっちゃいやつです。マジックソープでっかけて欲しいなと思ったぐらいいいから、まあ、なんやかんやこんなぐらいの大きさのやつはね4本ぐらい使い切ってるんですよね。大好き。それ入れてます。あとまあスキンケアだったらこの子がいればなんとかなる、ニベアクリーム。あとヘアオイル、オリバニーのハニーのヘアオイルジェルですね。ヘアオイルは、オリバニーはシャンプーとかも使っててすごくおすすめなヘアケアブランドだと思うので、ちょっとこれ押したいです。あとパック、パックはこの前の韓国コスメのやつで紹介したヤクルトみたいなやつです。これイチゴの香りらしいんだけど、まだ使ってないんだよね。すごい使うのが楽しみ。だいたい旅行先とかでね、肌荒れし始めるからね、これ大事ですね。でパックとかはこういうちっちゃいところに入れとこう。あと喉飴、なぜかわかんないけど、でこれはパックの具です。あとねコスメ、持ち歩く用とまた別でちゃんとしたガチなメイクの方のやつですね。今回はね荷物少なくしたいから、この前紹介したラネージュのやつ、これね開けるとね、コンシーラーと普通のクッションファンデが一緒になってるやつで2層になってるから、これすごくいい。あとパウダーにね、キャンメイクのフロスティーマットスノーパウダー01、これ結構良いのにね、あんまり人気ではないんだよね。なんか持ってる人少ないんだけど、雪の結晶の入れ物になっててすごくちっちゃいんですけど、サラッサラになりますね。でね、一番怖いのが日焼けだから、雪肌精の最近買ったホワイト UV エマルジョンの乳液なんだけど SPF50 プラスの PA3/4 プラスか入ってるやつ、すごく良さそう。あとねこれも持ってく、紫外線予防の UV クリームですね。この2つを下地に使っていきたいと思います。どっちかだな。唇にもね UV が必要なので、キャンメイクのやつとか、あとホリカホリカとか 3C 持ってきます。あとね軽いからね、軽くてちっちゃくていい感じだから、これを持ってきます。 3C のアイシャドウです。なんか Vlog みたいなやつをやりたいなと思ってて、カメラもね今回ねお借りしたんですよ。持ってけるやつ、私が今撮ってるやつすごく大きくて、こういう風に歩きながらやってたらもう絶対手死ぬから、初めてなんか旅行先とかでビデオ撮りたいなと思ってるので、それをやるので楽しみにしてください。そこでねメイク動画とかもできたらなと思ってます。ホテルねちょっと大きくて4人部屋だからね、多分ガー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 うるさいんじゃないかなと思って、女の子同士でみんなで超楽しみ。まあ私誕生日近いから、私4月20日誕生日近いから旅行に行きたいと思います。でねリュック、ガストンルーガの白いね、真っ白なね、ほんと汚したら怖ーってぐらいのリュックをねゲットしたんですね。だからこれを持ってきたいと思います。これでちょっと荷物をね全部こっちに入れたいかなと思う。これ中がね真っ赤なんですよ、すごい可愛い。 あと日焼け止めだね。日焼け止めはもう絶対だなと思ったから、スキンアクアの顔体用のスプレー、まあ顔よりはどちらかというと体にやっていきたいなと思ったのと、あとねサンキラーのベビーミルク、これね子供も使えるってやつなんですけど、なんか家にねこれがね2個あったから、こっちにこうやってこれで使うってことなのかなと思って、これを使っていきます。持ってく。香り物でビービッチのヘアコロンミニ、これすごい集めてたんだけど、色の種類集めてたんだけど、なんか捨てられたのかなと思ってどっか行っちゃった。香水はいいかなと思って今日はヘアコロン系にしました。大阪っておすすめのとこあったりする？なんか京都にちょっと美味しいものを食べに先に行くので、京都ねすごい久しぶりに行くからとってもとっても楽しみです。関西でイベントとかやりたいなぁ、いつか本当になんか会える機会とかさ、めっちゃ作りたい本当に、うん。はい、こんな感じで私の初パッキングどうだったでしょうか。なんかすごくゆるゆるで、なんか適当ではないんですけど、まあこんな感じですかね。荷物は私結構ね、荷物は本当に少なめで行きたいのでこんな感じになりました。もっとね2泊3日とかだったら結構中身とか充実していくんじゃないかなと思ったんだけど、でもやりたかったのパッキング動画、まあ、この動画を楽しんでいただけたらぜひぜひ高評価を押していただけたらなと思います。
ぜひぜひもう知っていいタイミングで洗濯物もできたってことで、 Twitter とインスタのストーリーとか、インスタにはね結構ねその旅行の中身とかも出していきたいなと思っているので、よかったらフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。